どうも、トライトです。統合版マイクラのプレビュー版がバージョン 1.20.60 にアップグレードし、そろそろバージョン 1.20.50 の正式リリースも近いかと思います。そして今回はバージョン 1.20.50 で修正される重要なバグ4選を紹介いたします。バージョン 1.20.50 の修正アップデートの中で重要そうなバグを4つ選びました。こちらを詳しく紹介しますので、よかったら参考にしてください。こちらは以前にもバグ報告会で紹介した内容で、エンドロットを見ている時のハイライトの選択範囲が縦になっているというバグです。エンドロットは横向きなのに選択範囲が縦になっている謎のバグです。このバグで困ることは、このハイライト部分が当たり判定になっており、横の部分を殴ったとしても壊せないというバグがあり、逆にブロック設置しようとしても配置ができません。当たり判定が見た目と違うので、設置に結構困ることがありました。こちらのバグが修正され、ハイライトが見た目通りの位置に戻ります。これで問題なく配置や破壊ができます。結構前からあったので修正されて良かったです。続いてトライデントと盾に関する内容で、盾を装備して激流トライデント以外で投げた後、なぜか盾で防御できないというバグが起きていました。スニークをすれば盾で防御できるはずなのに、トライデントを投げた後は防御できなくなるという PVP では致命的なバグが起こってしまいました。これも重大なバグになりますね。こちらが修正され、トライデントを投げた後でもしっかりと盾で防御できるようになります。これで一安心ですね。エンドロットの盾と盾のバグ修正。続いて、ストラクチャーボイドに関する内容で、ストラクチャーボイドに直接ボタンや旗など、自立できないブロックが置けなかったバグがありました。以前はそれができていたのに、いつの間にかできなくなっていました。こちらが修正され、ストラクチャーボイドに直接置けるように元に戻ります。ストラクチャーボイドの有能な部分が返ってきて良かったですね。他にも作業台などの使用できるブロックの周りにストラクチャーボイドを置くと、なぜか使えてしまっていたバグもこちらの修正で元に戻り、使えないようにできます。こちらの機能も元に戻りますね。最後に HUD の不透明度が 100% にもかかわらず、ホットバーの枠の部分が不透明ではなく、若干透明な部分もあるようです。これは嘘になってしまうので大問題ですよね。こちらが修正され、HUD の不透明度が 100% でちゃんと、ホットバーの枠の部分が不透明になります。これはかなり前からあったバグだったみたいで、やっと修正します。ただ背景も不透明にしてほしかったかもね。若干透けてますね。以上、統合版マインクラフトバージョン 1.20.50 で修正されるバグ4選について紹介いたしました。よかったら参考にしてください。他にもまだまだバグ修正はありますが、今回は重要そうなバグのみを紹介しました。その他のバグはバージョン 1.20.50 の正式リリースがあった時に紹介いたします。こちらはスイッチ版、iOS、Android、Win10 版の PC、Xbox 版、PS4 にもあるバグが修正されます。それでは以上で終了いたします。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。